立原岡山の広報担当の瀬島健二です。今早朝の岡山駅におります。これからチームが宮崎キャンプへ出発するので私も帯同してきます。新型コロナウイルスの影響で、感染予防対策をしっかりしないといけないということでチームでは厳しいルールを決めており、撮影にも、制限があると思いますが精一杯、撮影し皆さんの開幕へ向けたモチベーションアップにつなげていきたいと思いますので楽しみにしていてください。それでは行ってきます。これやったら動かれへん。まず一番最初に来るのがチーフマネージャーの島田です。おはようございます。こうやってみんなが来てチケットを配っていきます。自分に番号も入れます。昨日の夜書きました。今週一番に来たのがはるかです。おはようございます。どうぞ。キャンプの意気込みを、まあ、チーム一丸となって、まあ、強くなれるように頑張っていただきます。真面目かどうす10代待ってるよ。頑張ります。短っ。朝一のコメントやからね。おはようございます。ゲンジおはよう。よろしく。まあこの2人ね今回のキャンプ頑張らなあかんからね。おはようございます。
はい、ありがとう。はい、また、はい、まだ早い、まあ、41分。おはよう、よし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 、おはよう、純喜、改めてスッと言ってもたかも、最初いや、いつも、ハゲてんなうわ、優しい、ありがとう。いや、ちょっと入ってなかったおじさんの入ってなかったおじさんの入ってなかったまだまだまだ、まあ、頑張ります頑張ります、しっかりと、いろんなね、やっぱ届けてください。そうやね。では、行ってきます。行こう。よし、行こう。よし。はい。はよう。じゃあ、もんじゃ。いいわ。はい。いいね。行ってきます。動画を開いてる動画分かってたやん。あんな寄ってくる写真ないでしょ。コーヒーじゃない。コーヒーじゃない。お疲れ。はい、さあ、ちょっと。違ったな。お疲れ。お疲れ。食事会場ですが、黙食を徹底して食事をとっています。
じゃあ。何度でしょう今。17度。正解。なんで知ってるの？それは分かりますよ。自分レベルになると。気象予報士みたいになってくる。当たり前じゃないですか。そのスマホは？あんま秒数数えてやるの得意じゃないんで。めっちゃ音。いやだから15秒のストレッチをしたいんでしっかり。なんか自分で1、2って数えると。ああ。なんか四択したらお話したら忘れるじゃないですか。でもこれ3、2、1から言ってくれるんで。アプリです普通に。エイサー見てんのか。いや試合前だけ。ああそれ試合の時。試合前だけ。それ試合の時。はい。ちょっと祭りで気分上げないと。お疲れ。